な。ふえ、帰りたくないよ。なんか駅周辺、屋外で横になってる人がとても増えた気がします。単に休憩してるだけなのか、それとも別の事情があるのか。あのハロウィン屋さんのところに戻ってきました。ということはここら辺問屋街です。ここで買い物したのも午前中のことなんですけど、何日か前のことに感じちゃいます。今日ものんびり散歩して気ままに過ごしてた割には結構内容濃かったかなーなんて思います。台北の街の雰囲気が大好きです。で、特に屋台とか飲食店の雰囲気が大好きです。なので帰りたくないなってダダをこねたい気分なんですけど、そうもいかないのでぼちぼち帰ることにします。そのセブンイレブンの隣が宿なので荷物を受け取ります。19時50分宿に戻ってきました。とてもおしゃれ。もう一泊かもう二泊したい。いやー、素晴らしい宿でした。こういう安宿たくさん泊まってますけど、あのそういう経験の中で100件中1位になるかもっていうぐらい素晴らしい宿だと思います。超おすすめ。時刻は20時4分。いよいよ空港へ移動する時間となりました。その前に台北駅のお店でお菓子買ってきます。台北地下街ともこれでお別れですと思うと寂しいんですけど、多分そんなに間隔空けずにまた来るような気がします。そういえば台湾の街中ではあんな風に電動だったり、あと手動だったり、車椅子の方とてもよく見かけます。バリアフリーがあのしっかりしてるのかもです。台北駅の2階です。まだ時間に余裕があったので最後にここで食事していくことにします。今大戸屋ありましたね。日本の飲食店チェーンもたくさん入っております。さあ何を食べよう。思ってた以上でした。ここ名古屋コーチンでお向かいがしゃぶしゃぶで一風堂があって、東京駅かと思っちゃいます。こちら台湾夜市って書いてあります。夜市をイメージして屋台というか小さなお店が並んでるっていうことですね。大好きなお店を発見してしまいました。天天心、香港のレストランなんですけど大好きです。愛してます。だから最後の食事ここで。ここでもメニュー日本語書いてあってとても助かります。このイラスト初めて見た。こうやって遊べってことですか。まずは僕の大好きなエビシューマイです。っていうかこれから来るもの全部好きなんですけど、あの台湾旅の最後に香港のレストラン入るのもどうかなっていう気持ちあったんですけど、どうでもいいです。美味しいことは正義です。すごく美味しい。プリプリっとしててほんのり甘みがあって、エビの香りもして、なんだろう、食べ物としてパーフェクトだと思います。デザートのつもりだったけど長粉より先にカスタードマン来ちゃいました。これも美味しいです。当然甘いのでデザート的な感じでもあるんですけど、そんなにこってりしてなくて甘さ控えめなので食事の途中に出てきても全然大丈夫な感じです。あと鼻水結構面白かった。牛肉入り腸粉来ました。香港で食べるのよりちょっと色が濃い気がします。いやー美味しいです。幸せです。皮がプルンプルンとしてます。中身はなんだろう、餃子みたいな感じかな。で甘くて、この辛だれつけても結構美味しかったです。幸せです。ごちそうさまでした。非常に非常に満足でございます。それでは駅中のお店でお土産のお菓子を買っていきましょう。こちら紫の看板のお店です。昼間も来ましたがタロイモケーキ買いに来ました。
これは何ですか？これタロイモですか？うん、美味しい。ありがとう。買いました。油断してたら結構な量になっちゃったけど、カバン入りきるかな。で、全部用事も終わったので、桃園エアポート行き MRT 乗って空港に移動します。ふえー、帰りたくないよとか言いたくなっちゃう気分です。ホーム到着ですが、ちょうど出発するところみたいです。いいタイミングでした。残念なタイミングとも言えますが、はい、乗りました。懐かしい。21時59分空港の出発ロビーに到着です。まだフライトまで4時間ぐらいあるので、のんびり休憩したり買い物したりブログ書いたりしましょう。空港の中のお土産物屋さんです。さっき台北駅で買ったタロイモのケーキ、メーカーは違うんですけど、ここにもありました。しかも値段こっちの方が安いという。到着した時も見たこの台湾って書いてあるソファー、あそこにコンセントもあるので、あそこでゆっくりしましょう。23時9分ベンチでブログを書いていて、体がなまってきたのでちょっと散歩します。やっぱり日本人多いですね、この空港。あと冷房ちょっと強めなので、特に空港の塾を考えている人は暖かい格好で来るのをお勧めします。あちらの窓口、到着した時に SIM カードなどなどを受け取った KK デイさんの窓口です。本当にお世話になりました。皆さんにもお勧めでございます。宣伝、PR、お仕事、そういうの関係なしに本当にいいと思いましたのでおすすめです。カウンターが開いたのでチェックイン手続きします。ジェットスター航空、そんなに並んでなくてよかった。5分ぐらいでチェックイン手続き完了です。で、そうですね、どうしよう。お店ももう大体閉まっちゃってるし、普通に先に進みましょう。セキュリティチェック、出国審査も非常にスムーズで、合わせて10分ぐらいで通過できました。前回の台湾旅でもここ通った記憶があります。こんなとこに病院があんだ、へーってコメントしたような、しなかったような。時間が遅いせいか、こういう高い免税店しか営業してないです。もうパイナップルケーキとかは買えないのかな。こちらラウンジが集まってるエリアのようなんですけど、レストエリアってのはラウンジじゃなくて使えそうな気がするので、ちょっと様子を見に行ってみます。エアポートエクスペリエンスゾーンらしいです。で、特に受付とかもないし、ラウンジではなくて自由に使っていいみたいです。ソファーもあるし、とってもいい。ここでしばらく待つことにします。そろそろ搭乗口へ移動しますが、不思議なエリアがありました。書道みたいなのがあって、そして音楽がちょっとボリューム大きめで、やっぱりこの時間はお店やってないですね。チェックインカウンターの近所にあったお店も22時で閉まっちゃったようですし、はい、買い物したい人はそれまでに済ませましょう。そういえば1ヶ月ぐらい前からスポーツジム通ってるんですけど、もしかしてその効果出て体力ついてますかね。今回の旅、適度に休憩はしてましたけど、それでも最後までへばることなくちゃんと動けてますし、自分こんなに体力あったかなっていうふうに思いました。搭乗口です。手前に自動販売機あったんですけど、お札使えなかったので何も買えませんでした。残念。そういえば日本から持ってきたオレオ、まだ食べてない分があったので、ここで消費します。飛行機乗りました。おやすみなさい。もう離陸前に寝ちゃう。おはようございます。お食旅です。2019年9月5日午前6時25分成田空港第3ターミナル到着です。眠いんだってば。入国審査、税関とも普通に通りました。今回もスムーズで、飛行機降りてから10分もかかんなかったです。さて、なんか食べていこうかな。フードコート、いろんなお店があるんですけど、うどん屋さんだけ行列ができてます。
みんな帰国してすぐ和食食べたいってことかな。朝ごはんはリンガーハットで餃子15個定食です。餃子は主食だからご飯のおかずにするのおかしいでしょうって突っ込みながら、もう日本ではこういうもんだよねと、これが食べたかったんです。これを頼みました。まだろれつが回ってないです。いただきます。ごちそうさまでした。こんなシーン絶対使えないけど、リンガーハット好きなんですけどね、餃子もご飯も好きだけど、やっぱ台湾には叶いませんな。帰国して緊張感が解けたからか体に力が入りません。歩くのもやっとなぐらいです。というわけで無職旅台湾編2019終わりです。ご視聴ありがとうございました。